我が輩の家をね、ついに建てよっかなって、ここにね、家を建てよっかなって。透明人間はね、透明人間さんが今日何やら助けてくれるらしくて、我が…うねぇ、今日はですね、我が輩ついにホロサバに家を建てようかなって思った。Please go the fuck to sleep. ね、思って、我が輩ね、今日はね、ホロサバにね、家を建てようかなって思って。何ですかこの穴は。やばいですね。前回のてか旧ホロサバでは、我が輩の家はあの天井がなかったんですけど、やっぱ天井がないとね、生きづらい。ちゃんと天井を作りたいと思います。今回は皆さんごめんなさい。いや正直天井がない家を期待してた人もいると思う。すいません、天井作ります。我が輩が考えた最強の家っていうのプランがあって、まあ、そのためにはちょっとガラスが必要なんだけどな。ガラスってどうやって作るんだろう。まあどうしようかな。神様に祈ってみようかな。聞こえますか神様、神様聞こえますか。我が輩ガラスが欲しいです。これで空からガラスが降ってくるはずなんだよな。うわっ、え、何やってるのこの人。これは何やってる、これなんだこれは。うわー、いっぱい、うわー、ガラスだ、すげえ。ガラスよ。神よ、やっぱ神様っているんだな。土が欲しいな、土が。ママー、ママ、すいません、あの土ください。土ありますか。土お待ちなさい。来たー、やったー。広さを決めなきゃね、まずは。うわ、土だ、食ってきた。え、足りないかも。ママー、土足りないかも。神よ、土が足りない、土が。よし、これで降ってくるはず。はっ、音がする。いや、そんなはずないよな、まさかそんなはずないよな。はっ、来たー、ありがとう神よ。屋根そのぐらいでいいんじゃない。おい、もうない、半分ないやん屋根じゃあこれ。え、でもちょっとおしゃれじゃない、半分ないのおしゃれじゃない。さすがにドア作ろっかな。これでドアできるはず。ママ、あ、すいません、すいません、透明人間さん、あのドアってあったりしますか。なかったらいいんですけど、あの よかったらいいっすか。これできっとドアをくれるはずだ。お待ちなさい、来た。これもしかして、うわー、来たー。めっちゃ見て、すごい。おしゃれじゃね。空港とかの入り口やん。ボディチェックやるやつやん。うわぁ、アロマキャンドル置いてみた。結構良くないか。すいません、あの透明人間さん、あのカーペットとかありますか。あ、あったらでいいんですけど、もしあったら、あったら。はっ、カーペットだ。おしゃれ、え、おしゃれじゃん。足りなくなったら言う
のよ、ラプラスさん。あいつキャラ変わっちゃったんじゃないの。こんなんじゃなかったぞ、あの透明人間昔は。もうマイクラに侵されてしまった。マイクラの神になってしまったんじゃないか。おしゃれすぎ。あ、すいませんあ、いや、すいません。ちょっとやばい、怒られた。いや、さす、最高だな透明人間さん、やっぱり。あ、足りなくなりそうです。すいません透明人間さん。ドアのところじゃなくて逆に。待ちなさい。ラルラサさん、ちょっと名前間違ってます。あの、ラプラスって言います。いや、これ天井あった方がおしゃれじゃね。いたい。なんだここは。え、大冒険の予感じゃない。うわっ、出れない、閉じ込め。あ、え、今なんか いたかな。よ、気のせいか。そうだよね、なんかいるわけないよね。いや、びっくりした。閉じとこ、ちゃんとチェスト欲しいな。ちらチェスト欲しいな。あ、チェスト欲しいな。チェスト欲しいな。空から降ってこないかな。あ、チェストが空から。親方、チェストが空から。あ、2個がいいな。ここから見ると綺麗な家って感じだけど、こっちまで来ると、あ、穴が。え、めっちゃいいやん。なんて整理された家なの。ミニマリストじゃね。え、ちょっと完成なんだけど、どう、良くない。うわ、すげえ。え、すげえ。本当に。え、もう一回やってで、あもう一回やって。あ、じゃあ分かった、向こう向いてて、向こう向いてて。うん、まだ向かないでね、こっち。もういいかい。まだないよ。もういいかい。もういいよ。お、すげえ、いない。今いるの、ここに。いや、いない。え?でも透明になってるでござる。え、すごーい。え、現れて。現れて、うん、しょうがないでござるな。うん、これ一応先に言っとくでござるけど、有限資源だからね、透明人間っていう資源。あ、そうなの。おー、すげーよかったね、楽しいか。え、すげー、やりたい。やりたい。やりたい。やりたいのか。透明人間になりたいと。うん、なりたい。家は完成したのでございます。そう、これ見て、これすごいいいでしょ、これこれ何これ。いや、おしゃれでしょ、これ。ちなみにこちら、あの壁はないんですね。壁はできたんですね。壁はいらないよね。あ、壁はいらない。いや、前の家は天井がなかった。うん、で、いろいろ困った。うん、だから天井はいるということに気づいた。なるほど、なるほどってことだよ。うん、でも、壁いらなくね。何点ですか。まあ、でも前サバのやつが100点なんだとしたら、うん、まあ、105点かな。やっ